おめでとう、ありがとう。イエーイイエーイ。なんか帽子もあったんやけどちょっと壊れちゃった。粉砕されました、壊れました。なので本当はこういう感じ。嫌だね。ルーちゃんおめでとう、ルーちゃんおめでとうございます。ルビオ嫌なのか、もう心を閉ざしちゃう。はい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 、おめでとう。嬉しいですね、みんなありがとう。はい、ルーちゃんがお誕生日1歳です。はいどうぞ。はい、こちらの人は27日がお誕生日です。たっちゃんは27日です。4日しか違わない。たっちゃんね、そうだよ、めっちゃ近いの。たっちゃん、たっちゃん、たっちゃんお誕生日だよ。そうなんですよ、たっぴさんの方が先に来たんですけど、るーちゃんの方がお誕生日が早いんです。そう、たーちゃんの誕生日もパーティーします。でもその日はなんかあったんだよ、非公式なんだったっけ、なんかがあったのでちょっと遅め遅めにしたいと思います。はい。そう、非公式があるんですよ、母ちゃんのお誕生日は。できたらしたいんだけど。めっちゃギフトありがとう。え、なんなのこの、なんかすごいありがとう唇、なんかルーム変わった。ありがとう、ありがとうございます。はい、何これ、何、なんでね、なんでこうなってんだ。ルーちゃんの飾り付け、そう、イベント、唇イベント、唇イベントですか。昨日はちょっと配信できなくて、そう、もう変頭痛すぎてごめんね。今みんなとお話できて俺最高、ありがとう。めっちゃ元気、まあよくあるんですよ変頭痛は本当に。こんばんは。え、そう、全然大丈夫。お疲れ様です、ありがとう。え、もう大丈夫よ、めっちゃ元気、ありがとう。お玉はココピを愛しています、ありがとう。あ、元気になりました、今日はめちゃめちゃ元気、ありがとう。めっちゃ心配してくれて、もうめっちゃ元気です。うん、ありがとう、私もおしゃべりできて嬉しい。イエーイ、待ってた、ありがとう、ラブです。サマーツアーのリハは始まってる。うん、もうね、ココちゃん、うん、始まってます、頑張ってます。覚える、覚えなきゃだからね。明日の手綱楽しみです。あ、明日は手綱です、ありがとう。明日から忙しい、確かにね、忙しい1週間って感じ、新しい忙しい。東海、東海、東海。ね、俺はね、今週違う、来週のみかんの剥き方がマジで楽しみ、ほんとに楽しみ。もう応募してくれましたか、応募してくれましたか。めっちゃ会えるよね、公演、トーク会、非公式公演、みんなの目からって感じ。明日は手つなだよ、応募しました。え、本当ありがとう、楽しみ、当たるかな、どうだろう、みんなちゃんと当てなさい、当たりますように、みんなが当たりますように。超楽しみです、来てほしいな。はい、
公演もあるよ、28は。楽しみ。当たるかな、当たって、みんな当たって。やばでも後輩のファンの方たちがいっぱい来そうだね。はいそうです、外したことない。すごい。明日は手綱で中ちゃん祭振ります。なんで俺じゃないのかよ。明日と来週の1個やから仲良くしてね。あ、お願いします。また1話よろしく。こんばんは。手綱からの幕張り、やば。イエーイ、ココちゃんデーだね。ココちゃん3日連続。そうです、みかん調子あれ頑張ろうぜ、みんな諦めないで。はい、今月はもう劇場行けない。そうなの。こんばんは、ありがとうございます。明日の手綱、明日の手綱はなんだろう、とても楽しみです。明日も、でも明日は池田がいる池田がいるよ、嬉しいよ。キミちゃんもいるよ、長坂もいる。同期は3人か、3人かしら。あ、えなちゃんもいるわ。えなちゃんも4人だね、4人。イエーイ、池田池田です。4人も休憩がいるので、イエーイ。こんばんは。20歳メンバーで会ったやつの、ないないけど、チーム E にはいっぱいいるから、のーちゃんもゆうかたんもいるから仲良しだよ恋愛コンビ、恋愛コンビね、恋愛コンビ、本当に本当にあるんですか、恋愛コンビって、ってぐらい活動してないですね、恋愛コンビとしてびっくりするぐらい恋愛コンビで何かしたことない、何もしたことない、びっくりですね。はい誰か恋愛コンビで、明日はなんかちょっと恋愛コンビで何かできたらいいですね。やっぱやばなんかさ、恋愛なんかダメかな、なんかしてくれるかな、一緒の髪型とかしてくれるかな、えなちゃんしてくれればいいんだけど、誘ってみるね。えなたん野球が好きらしいという情報、それはもうめっちゃ有名やない、どうなのさあ、そうか、短いのか、えなちゃん髪の毛ダメかしら。同期でみんな一緒の髪型にした、してくれるかなちょっとぜひしてみたい、やってほしいですね。大花 SK8 のコンビ名、何がいい、じゃあ考えてよ。おーちゃんとのコンビ名おーちゃんとのコンビ名を考えて、みんな採用するね、そこからいいのを。イエーイ、こんばんは。おーここ SK、 親分と子分、末名さん、どういうこと王国 SKE 部で、ねえ SKE12 年ダメ、もう採用できないわ、不採用です。ハートありがとう。おーちゃんず、それおーちゃんしかいなくないねえ、すえこさん、ここ長ねえそう、ここ長はさ、ちょっとおるやん、もうサボ長おるやん、スエちゃん、もうほぼおーちゃん、おーここちゃんならいいよ、おーここちゃん、おーここ SK、 SK 入れんで、おーか SK、 ココナ1228だから俺、ココナ SKE じゃないかおーか SKE、 おーか SKE です。
今回スケートここな1228なので、大ほほちゃんしかや難しい。見て、今日新しく買った犬のおもちゃここな SKE、 ここな SKE はココナしかいないよ。かわいいでしょ。大岡難しいな、これ犬のおもちゃ。今日も王ちゃんと連絡取ってる。今日はまだ取ってないですね。ドーナツ、これはもう引っ張り合いっこするやつ。これは前からいるウサギこれも今日から新入り。ルータンが持っていきたいみたいでかわいいですね。ドーナツが帰ってきました。え、ボロボロ、嘘だ、新品だよ。これでロープの友情できると思う。明日ロープの友情を、はいはい、一人だけカラフルココちゃんのロープの友情だけ明日これかもこんばんは、ありがとう。ロープの友情、一人だけこれ、ココちゃんとココちゃんのペアだけこれでもココちゃんのペアはちょっと複雑なんですよ、あのロープって。だから最初、そもそも私ロープ持たずに参加軍団だから、頼まなきゃいけない、相手に頼まなきゃいけない、これココちゃんのロープだからって渡すやん。でもそしたらまた回収されちゃうの、このロープ。だから最終的には俺の元にはこのロープはいなくなっちゃう全然違う人に多分このロープいっちゃうんだよね、もしだから俺の元にはね、ずっと入れない、相手びっくりサプライズで、サプライズでえってなるかもいいかしら、いいかしら。こんばんは、ありがとう。見て可愛くない、このシール俺が作った。え、めっちゃ毛ついてるわ、何可愛くないですか。え、これはチーム員みんな持ってるの、なんかかっこよくない、なんかじゃーん、可愛いでしょ。そう、景品のモバイルバッテリー、え、知ってんの、これ景品でみんなのおかげででゲットできれば、ゲットできたやつ、かわいい。え、多分今一番かわいいモバイルバッテリー。これはどんちゃんからもらったシール、名前書いてあります。はい、どんちゃんのついて、なんでみんな知ってんのそんな。ロープの友情、え、ね、スクショしてくれた今、じゃーん、二十歳。ちょっとタビさん、タビさんがゲップした、ちょっと恥ずかしい待って、ちょっと今聞いてた人いるかな、タビさんがめっちゃでかいゲップしたんだけどちょっと聞こえたかな、びっくり。15分ありがとうございます、めっちゃ聞こえた恥ずかしいな、ちょっとタピさんのゲップがこの後も聞こえるかもしれないんですけど、ちょっとすいません、その時はすいません、ありがとうございますダメ、ここちゃんすぐ顔赤くなっちゃう、ああダメだね、面白いとか恥ずかしいとか関係ないし、もうすぐ赤くなっちゃうゲップだよ、あーって言うから、タピはゲップで、あーって言うから、もし聞こえたらよろしくお願いします、許してあげて。15分ありがとうございます、イエイ、もう15分経ったの、本当に早い、
本当に早いですね、配信をしていると。あ、ピンポンでした。ね、これ録音した、あ、録音したやつ。お酒飲んでもすぐ分かんない。分かんない、そんなにね飲んだことがないのよ。そう、ピポン。え、みんなさ通知の音何にしてる？なんか迷うんだよ音。目覚ましとかのさ、もう音、俺なんか結構もうほんと初期みたいな、初期型の音にしてるんだけど、無音、無音やばいでしょ。え、みんな無音なの？え、笛みたいなやつ。え、みんな無音じゃん、やば。え、どうやって気づいてんだよ、すごいわ、すごいね。なんかね、キラーみたいな音、何それ、逆に気になる。なんかね迷うんだけど、なんか目覚ましの音ってめっちゃ大事なの。あ、何でも起きれるんやけど、なんか昔ほのちゃんの部屋に一緒に寝たら、なんかもうすっごい怖い、なんか海外の方の声みたいな、もうすごい、私それ知らんじゃん、もう朝びっくりよね、何の音、何の声ってなって、もうすぐ起きた、マジで。ほのちゃんの目覚まし音はマジでビビるからね、もう何の音みたいな、外国人の歌みたいなので、なんか俺マジびっくりした、知らんじゃんそんな設定されてるとか、ってなった本当に。あれびっくりしたよね、わかんない、何の歌かもわかんないけど、非常に怖ーでした。そう、目覚ましとしては優秀、でも第1回目だけしか聞かないと思う。そう、ヘイとか、なんだろう、あれ何、ちょっと聞いとくね、ほのちゃんに、ファンの人に教えてあげたいから、教えてって、いたら教えてくれるかな、そしたらもうみんなそれだよ、毎日毎日もうそれじゃないとダメだよ。ほのちゃんは朝起きれる人、多分起きれない人、やばい、今もねもうカエルの音聞こえるから、聞こえてるこれ。カエルの音聞こえてんのかな、暴れる音が聞こえる。カエル、そう夏だね、カエル聞こえてる、もうカエルの音がすごいのよ。はい、めっちゃ、なんでみんな。え、みんなみんな聞こえてる、すごい、ありがとうギフト。ねえたーちゃん、るーちゃん C だよ。確かに自分のお家と分かんないでしょ、もうタプさんのガサーカソーン、すごい、ごめんね、あ、水飲んでる。そうなんです、私の周りのカエルの音。そういうことね、荒ぶるよ、田んぼめっちゃあるんよ、だからもしうるさかったら本当にごめんなさい、タジャムの音もうるさかったらごめんなさい。本気だから、もうタピアいつでも本気だから。こうやって引っ張り合いっこしてる。釣れました、タピさんが。え、こんなところで、あ、見て、これも新しいおもちゃ、可愛くない、いちご、
いちごさん釣られたい、こうやって釣ってやる。あ、ルータン来たの。タスキみたいになってるよ、ハッピーバースデーが。ハッピーバースデーがもうタスキになっちゃって。ルータンタスキやんこれ。お誕生日のルータンです、イエーイ。見た、お誕生日おめでとう。もう何回言ったかこれ。イエーイ。おとなしい、おとなしいよ。心を閉ざすのルータンは。本日の主役ルータンです、お誕生日おめでとう。1歳です、1歳です、1歳です。やだ、これも撮る、ごめんね。嫌な気持ちになった、ごめんね。はい、タピいないの。タピいるよ。1歳ってやばいよね、まだ。今赤ちゃんですよ、まだまだ。なんて可愛いんだ。可愛いでしょ。ルータンは服着せたりすると怒るんです。これつけれるんだけど、オイラがつけるとなんかキモくない？二十歳です。やばいでしょこれ。え、取れない、取れない、取れない。取れました。ちょっとお誕生日です。よだれかけ、よだれかけやん、ほぼ。みんなありがとう、今日も見てくれてありがとう。ちょっとね、一日ね配信しないだけでもちょっとね恋しかった、ごめんなさい。あ、これもつければよかった。おひらがお誕生日みたいになってる。今日は満月。え、そうなの。そうなんですか、知らなかった、知らなかったよ、今日が満月だなんて。かわいい。ありがとう、これかわいいもの。ありがとう、みんないつも。昨日もね、いっぱい心配のメールの返信も見たよ、ありがとう。ラブ、優しいね。染みた、染みました、朝起きて。ありがとう。うさぎちゃんみたいなのは、うたが、うた怖いよ。本気じゃん、本気。トゲトゲもあるよ。ルピさんが珍しく荒ぶっております。家のワンコもその音好き。同じじゃん、いっぱい全部なるかも。このウサギはトゲトゲも音鳴る。ルピさんも意外と凶暴なんだよ、怖いとこあるから。バリかかれた。え、今タピさんのゲップです。え、聞こえた、弱いでしょタピさん。聞きました、今。聞こえました、みんな。おじさんいた、おじさんってやばい。え、聞こえたのかな今の、みんなに届いたのかな。聞こえたのかな。聞こえた。よかった、聞いてもらえて嬉しい。ココちゃんじゃないわ、おじ好き、やめろ。おじ好き。これを多分ね、あとね絶対 2,3 回するよ多分。おじ好き。やばい、今日めっちゃ騒がしくてすいません。
イヤホンだから聞こえやすい。やばい、イヤホンしてるとめっちゃ何でも聞こえてきそう。貴重です。まああんま聞けないので、たーちゃんのやつは。今日はお散歩も行ったの。今日は行こうか迷ってる。今日はねちょっとしたんだよお散歩は。迷います。お風呂から見てる。お風呂まだね。ねちょっとちょっとし、たーちゃんルピオダメよ、配信中だよ。ダメだよ、お風呂入らんの、後で入る。すいません、ルタダメだよ、 C だよ。すいません、おとなしくなったちょっとだけ。え、明日暑いの？やば、明日はみんな暑いみたいなのでお気をつけて。ルピオ、ルピオって呼んでる、ルピオだから。ちゃんとおとなしくなるの偉いね。でしょ、一瞬だけね静かになった。リコーさん、ああまた始まった、始まりました。30度やばいな。ねえ、死だよ、死だよ。あールーちゃん、ルーちゃん、なんでそんなベタベタなの。なんかさもうダメだ。ルーちゃん、ルーちゃん、今日も一緒に寝るよ。もうルーちゃん来なさい、ここに来なさい。ルーちゃんおいで、おいで。あーはいはい、捕まった。はいはいはい、もうずっと確保しておきます。はい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 、そう、もう荒ぶるね、ここに。いやはい、タピさんがね、そういつもよりおとなしいんですよ。ありがとうございます。みんな優しいね、ありがとう。女の子だよ2人とも。大きくなった、めっちゃ。本当にベロで取るよ。たーちゃんベロで取るよ。こんばんは、タコありがとう。レインボースターもありがとう、嬉しい。すごい、もう3000人も見てくれてる、ありがとう。犬、いえいえいえ、暑いね、なんかムシムシする。タピさん男の子かと思った、女の子だよ。エアコンつけて。こんばんは、ありがとうございますね。もう今からオイラもママにクーラー入れてもらう。暑いもんね。え、クーラーつけてる、みんなクーラーつけてますか。はいはいはい。ね、クーラー入れてる？入れました。今つけたり消したりしてる。職場ではつけてる。なるほどね。まだバリバリ。なんか結構分かれてるね。なんとも。扇風機。ねえ、夏本当にオイラも苦手なんだよね。まだつけてないけど、明日暑いから壊れてないか。ああ、なるほどね。
みんな本当に熱くなる前に一回壊れてないかチェックしてね。心配だよ。4月末くらいからつけたら早ない？非常に早くないかそれ。本当にさ暑いのやだ。もうどうしよう。暑さ対策し、暑さ対策しないと。暑さ対策グッズ。え、言いにく。暑さ対策をしっかりしてください。まずはリモコンを探す。やばいだろ。暑さって言っちゃう。暑さ対策グッズ、暑さ対策グッズなんかある？なんか首にさ巻くさ、なんか28度以下で自然冷凍みたいな、なんかあるやん最近ちょっと流行ってるやつ。あれどうなんですか？結構気になってるんですけど。ハートありがとうございます。とか、あとなんだろう、何がいいかなと。自然解凍、自然冷凍。自然冷凍や、自然冷凍、自然に冷凍されるみたいな。冷たいのあれ。扇子は買った。扇子こうやってってやらないとね。スースーするスプレー、スースーするスプレーもいいね。今はね汗拭きシートと、汗拭きシートしか使ってない。蚊取り線香、蚊取り線香、蚊が来るからね。ここなうちわで対策。え、いいね、でっかいから。みんなあのサマーツアーグッズのうちわで一気に涼しくなっちゃおう。え、そうなんだ。え、わかる。オリアも蚊にめっちゃ刺されやすい。どうしたらいいんだろう。なんか A 型って刺されやすいみたいな言わん？みんな蚊気をつけてね。本当にかゆいから。怖い、蚊の季節怖いよ。こんなうちは注文した？やったー、ありがとう。大型、あれ大型なの？大型やったわ。やば、大型が刺されやすいんだ。じゃあ全然違うわ。大型、大型、みんな何型？え、絶対、え、何型が多い？ P、AB、AB ってあんま見たことない俺。スケイドと誰がいるんだろう。A 型？同じだ。 B、 あ、めっちゃぽい。 O、 A、 O、 B、 A、 A、 O、 A、 AB は？ AB いなくない？今んとこ AB。 あ、レオナさん AB なんだ。 A、 初知り。 A、 A です。 O 型、 AB マジでいないんだけど、オイラのファンには。大型、大型、 A 型、え、 AB は？ AB いない？ AB、 AB マジで少なくない？投票してみる？じゃあ A、 A、 B、 O、 A、B っていこう。 A、 B、 O、 A、B、 赤、あ、じゃあ A、 B、 O、 A、 B。 ね、見れなかったんだけど、ちょっとABO、 1,2,3,C の順番ね。 ABOAB が4が、じゃあ AB。 え、意外と、うわー、でもちゃんと ABO はこんなにも、 AB が4、 A が1、 2番が B、 3番が O、 4番が AB。 多くない？O 多くない？ B もさちょっとだけいるね。4、すごい、マジで少ないんだ。それでは投票を終了したいと思います。はい、A 型、 O、 B 型の方が少ないんだ、 O より。
まあ、私の見ているところだけだけど、すごっ、 AB 少なー、やばやばやば、すごい、この初知り情報でしたわ。お母ちゃんは何型ですか？やば、 A 型多いね、やっぱオイラも。でもオイラは家族は O が多いんだよね。 O ばっかりの中の A です。ココちゃんファンは AB ですか？なんか逆に AB ばっかのファンが多い子いんのかな。結構ありがちな感じね。これ絶対多分世の中とそんな変わらん。犬の血液型なさそう。犬はないやろさすがに。え、あるのかなね。 AB が多い子いんのかな、ファンの中。ファンが AB が多い子いたら面白い。みんなありがとう、投票してくれて。動物もあるんや、意外とね。え、サツキチ、サツキチ AB なの？え、めっちゃぽい、言われてみれば。ハートありがとう、みんなね。 A 型の人はオイラがもしもう血を流して倒れてしまったら輸血してね。血くださいね。よろしくお願いします、 A 型の方。イエーイ、助け合おうね。もしファンのか、 A 型のファンの人が倒れていたら俺がこの腕を差し出すからね。差し出すからね、オイラの血をもらって。もうでも俺あの献血したすぎてしょうがないのよ。でもなんかもう本当に献血、献血やっけ、したすぎてしょうがないんだけど、なんか二十歳以上だっけ、18歳以上だったっけは400みたいなをしかできないみたいな感じで、あのなんか体重が50キロないとできないみたいな感じだったからできないんだよね。だからみんな献血したいよ、おもりで詐欺をするしかない。そう、みんな助けてあげたいのに、いっぱいね。400してクラクラしたことある？え、そこまでしなくても。え、中坂はよく、え、絶対それ200だよ。なんかね、子供はね200できるのよ。200はなんか十何歳までみたいな、わかんない。でも200よりやっぱ400の方がいいやん、やっぱりたくさん同じ人の血を入れた方がいいから。でも献血したかった、俺人生で一度は。いや、ちょっとおデブに なったら行こうと思います。ココちゃんの分も献血しておきます。え、ありがとう。みんなぜひ。400いけない、おーおー、やめて。結構好きなのよ俺、注射、注射が結構好きなのさ。みんな、え、本当に羨ましいんだけど、よろしくね、ありがとうね、みんな優しい。え、そう、ドリンクとかお菓子とかも食べれるんだよ、注射好きなの。意外？え、怖いけどね、怖いけども怖いんだけど、なんかね怖いのにちょっともちょっとだけワクワクしちゃう。そう、いや、みんな楽しんできて。注射好きやばい。え、なんかワクワクしない？なんか怖いけど、怖いけどいいですよってなる。怖いけど、え、ガン見するよ、ガン見結構痛いんだよ。あのワクチンとかさ打つ時あったじゃん、あの時はなんかめっちゃ怖かったんだよね。なんかここに打つのめっちゃ怖い。え、なんかここちゃん的理論なんだけど、ここめっちゃ怖い、ここは怖いけど、こっちとかはいける、こっちはいけるけど、ここ怖い、ここ。そうだから、あの
こっちの注射怖いガチで。ワクワク。ワクワク。え、わかるこれ。これわかるかな。え、嬉しい。イエーイ、わかり合えてる。そうなの。血意外と黒かった。やめて、リアルシーン。健康診断で血と。じゃあいいね。打つとき目そらす。見たくない、見たくない。そう、二の、ここはね、ここマジで苦手、怖すぎて着地でき。でもみんな耐えてるんだね。意外と注射も苦手なんだね。なんか嬉しい、みんなのことを知れて。針は見ちゃダメ、見ちゃダメって言われてるの。みんな健康でいてね、本当に。オイラが輸血するからね、もし本当に困ったら。でもオイラのことも助けてね。いた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 、すいません、倒しちゃいました。え、でもさ、オイラがもしさ本当に困った時に助けてくれたのがさ、ファンの人やったらちょっとやばくない？感動物語だよ。感動本書けるわ、本。感動物語。そうです、健康でいてね。あ、幕張行くからね、ありがとう、待ってるね。イエーイイエーイ。映画化、映画化、もう映画化できるわ、確かに言われてみれば。本当にトーク会も楽しみにしてますからね。そういえば土日超楽しみ、ありがとうね。完売もありがとう、幕張完売してるので楽しみにしてます。ありがとうございます、楽しみです。可愛い服着るよ。レーン、あ、そう、確かにレーンのやつ出てたわ。え、でもさ変わんないよね、前と。楽しんできます、幕張。ということで、じゃあそろそろ終わろうかしら。ありがとう、今日はみんなお祝い、お祝いしてくれて。るーちゃんを、るーちゃんをお祝いしてくれてありがとうね、感謝です、感謝感謝感謝です。幕張チャレンジできんかった。幕チャレなんかもうすぐお姉ちゃんが帰ってくるんですよ。もうお姉ちゃん帰ってくるって。そしたらもう今ドアの前で配信してるから、お姉ちゃんがバンって入ってきて大変なことになると思うので終わりたいと思います。お姉ちゃんが帰ってきます、はい。絶対大変なことになるから俺、はい、 LINE を返します。今からもうすぐ帰ってくるわ、はい。お姉さん働き者ね、だってママ。お姉さんはね、あいつはちちのうのうの、あいつはな、あいつは内首だよ本当に。ルーちゃんのね、ルーちゃんのこと大好きって言いながらお姉ちゃんはね飲みに行ったんですよ。ですよね、飲みに行ったんです。あいつはもう内首です、帰ってきたら。はい、大変なところを見てみたい。お姉ちゃん、あいつはお姉ちゃんもあいつ呼び、あー、ひんやりつけてんの、ひんやり。ルーちゃんおめでとう。なんで帰るの、あいつ、あいつだらけの家。あいつはね許されないんですよ本当に。あいつは飲みに行ったんですよ。ですよねママ、おめでとうりゅうたん。あ、じゃあスクショしてもらおう、お願いします。りゅうたん、なんか不細工なんだけど、すごい悲しい。ルータン本当はもっと可愛い顔してるんで、はい。ママがママが映っちゃうわ。タピ次、じゃあタピもお願いします。タピはこれつけや、
です。たくさんは、はい、こんな感じですね。手の出演でした、ママの。あ、今ママとね、ネイル同じなんだよね。ちょっと見て、はい、ママとママの、ちょ、ママめっちゃ映ってるから、ブスだから今ママ、はい、同じです。ママと同じネイルなの。ねえ、ママ映っちゃった、かなり出てた。もうやだ、ママすっぴんだよ。ママ終わったね。ママ終わったんだけど、ママさんもうね、すっぴんなので終わりました。そう、めっちゃ仲良し、メガネまで出演してたって。よかったね、顔出てなくて。顔出てなくてよかったね、本当に。ママ若い、若くないわ。お姉さんいつ帰ってくんのって。遅いって LINE してみるわ。ココちゃんにそっくりなんでしょ。似てる、ライラーママに。しお姉ちゃんが車で。お姉ちゃんもう飲みに行ってんだよ、あいつは。許されないっす、許されない。お姉ちゃんは誰に似てる。お姉ちゃん、誰に似てるかな。うるさーい、たーちゃん、ルータン。あ、怖いが来る、怖いが来る。怖い。怖いが来るよ。あ、もうルータン怖い。怖い。捕まえた。怖いが来るよ。怖いが来るよって言うと、あの、来てくれる。そういう演技。怖いよって言うと優しくしてくれる。え、マジでこれ来たくんないよ。え、でもなんか生き物ってこういうさ、そうだから泣いたり、泣くと来るの。でも泣くと来るよ、ルピも。泣くと来てくれる。泣くと来ます。タピは来てくれない。ルータンの本名、ルータンはカルピスです。カルピスって名前なの。え、マジで来たくんないよ。でもタピは通用しない。タピさんは泣きまね、いいよ。うん、じゃあルータン一旦どうぞ、一旦いいわ、ちで、はい。え、泣きまね来るかな。今ちょっとはっちゃけすぎて来ないかも。ルータン、ルーちゃん、ルーさん、ルーちゃん、悲しいよ。ルータン、ルーちゃん、ルピ、ルーちゃん、ルーちゃん、来てくれない。俺の犬、俺が倒れても来てくれないわ。今遊んでるけど、普通にしてたら来てくれる。落ち着いてる時だったら泣いてたら来てくれる。あとなんかちょっと足りないかな、演技が足りなかったかな。ちょっと練習するね。ルートン、ルートン、ちょっとね、演技が足りんわ。ちょっとごめんなさい、私のこの手、なんかファンの人の前ではできないぐらいガチの名演技を目指すわ。失敗。ルータン、ルータン、ルータン、
ってる。騙されない、悲しいよたーちゃん、悲しいよ。ちょっとまだちょっとね練習したいと思います。これから練習します。はい、配信してるからそばれてる多分。そう、笑っちゃう、ちょっと足りない、ちょっと。いや、こっから上手くなる。え、ママ風丹がうんぴをしました。え、ルータンがうんぴをしてしまいました。もう終わろうかな、じゃあ。弱い。配信終了のお時間です。やばいですね、ごめんなさい、もう終わります。ということで、いっぱいありがとうございました。まあ、この終わり方はねよくあるんですよ。はい。ねえ、おっと、ダメ、この音が聞こえてましたか今。もう配信じゃ気がしちゃダメな音ばっかり聞かせてるかも。私の配信はもうやばいですね。流れる音まで聞こえました今、すいません。もしねご飯中の方がいたら本当にごめんなさい、食事を邪魔して。ありがとう、みんなは優しいね、本当に楽しい。ありがとう、本当に嬉しい、みんながねもう本当に優しくて嬉しい。イエイ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 。生活感があふれる配信でした。なになになに、これココちゃんの配信見れて幸せ、ありがとう。本当にちゃんとしつけないと。え、ちゃんとねトイレでしてますよ、犬の音入れシートの上で。本当にお利口ですよ、いつもありがとう、配信見てくれて楽しかったです。はい、あ、メールもありがとうね。撮ってくれてありがとう、みんな。あ、お姉ちゃんが帰ってきました。ということでね、お姉ちゃんも帰ってきたということで配信終わりたいと思います。お姉ちゃんが帰ってきた。ちょっと酔っ払ってるので、酔っ払ってるのでちょっとおかしいですね。ただいまとか言って、もう終わります。酔っ払ってますねこれは完全に。じゃあということでランキングだけ見たいと思います。13位がアボカドさん、ありがとうございます。12位がカラフルな罠、ありがとう。11位がおでぶくろねこ、ありがとう。10位がキラキラクマ、ありがとう。え、お姉ちゃんと声そっくりだって。そうね、やっと。9位が兄ちゃんまた、ありがとう。8位がこたつ天使、ありがとう。7位がハートクマ、ありがとう。6位がバイク猫、ありがとう。5位がうさぎさん、ありがとう。4位がハゲ、ありがとう。3位がたこ焼き、ありがとう。2位がくちばし、ありがとう。そして1位がすいこくのアバター、ありがとう。イエーイ、ありがとうございます。ということで最後スクショタイム、かわいいので、かわいい、これが可愛いかな。あ、先にブーンだ、ブーン。
ブーン、いきます。ありがとうございます。はい、じゃあ何、コウモリ、これ汚いな。何すんの。もうやだ、お姉ちゃん、ありがとう。もう壊れとるから、それ壊れてますから。ということで、みんな見てくれてありがとう。また見てね。おやすみなさい。あ、やば、メール送ります後で。バイバイ、おやすみなさい、ありがとう。